あらら、今回じゃなくて、今回はですね、本日も検証動画なんですけども、まあですね、私の島の日付はですね、8月の25日なんですよ。いや別に8月の25日だからといって何かがあるってわけではないんですけども、今回セレモニーを使った検証動画でございます。まあセレモニーって何だっていう視聴者さんいるかわからないですけど、もしかしたらいるかもしれないので説明しときます。あつ森でね、橋とか坂とかをね、作れるようになるんですよ。この案内所に田中吉さんに頼めば。これはね、橋を作って1日経ったらですね、セレモニーっていうのが開催できるんですよ。住民全員がね、集まって、橋完成おめでとうみたいな感じでね、住民皆さんが橋ができたことを祝うみたいなね、そういうイベントなんですよ。それを使って検証していこうと思いまして、このゲームね、たまにね、住民がモヤモヤする時があるんですよ。こういう感じで。その時住民に話しかけるとですね、俺、この島から出ていこうと思うんだわ。って言われるんですよ。で、そこで引っ越したいだよって選択した1日後にですね、その住民の家がですね、段ボール豆になってるんですよ。そこで思ったのが、引っ越しのね、準備をしてる住民は、セレモニーを開催しても参加してくれるのか。あのね、俺ね、この撮影の前に、とある実況をしてたんで、喉がもうガラガラで、叫ぶ声を出すと、喉がとりあえず住民引っ越させます。おーっと、ミーカさんがモヤモヤ出しました。どうしよっかな。まあ、引っ越させましょう。ミーカさん、ミーバカード持ってるんで、もういつでも召喚できるんで、探してらっしゃい。これね、明日、ミーカさんの家がね、もう段ボール状態になってるんですよ。まあ、ここで僕が今から案内所で、まあ、橋やら坂やらなんかを建てます。さあ、橋の場所を今決めたということで、さあ、ここで、ハニワくんの募金に協力と。募金するさあ、これで明日になったらセレモニーが開催されます。相変わらず、ハニワのこのグニャングニャしてるこの動き気持ち悪いな。さあ、明日フィーカさんがチキナゲット出ていくそうで、一個写真立ちます。いや、喜ぶことじゃないですけど、フィーカさんは段ボールになってるはず。フィーカさんは段ボールになってないですね。フィーカさんの家が段ボールになってるんで。今、フィーカさんが引っ越しの準備をしています。引っ越しの準備でね、今ね、忙しいのにセレモニーに誘われたら、来ないと思うんですよね。まあ、来ました。セレモニーに参加したい。これでフィーカさん来るのが、本来だったら全員来るんですけども、引っ越し準備中で忙しいフィーカさんは参加してくれるのか。さあ来るよ。さあ、フィーカが参加してるか、してないか、してないか、いる？いる？いたー！いました！います、皆さん。全然参加してる。やったー！橋の建設に、多大な貢献をしてくれた方々さんに、島民を代表して一言いただきたい。だも。めでたいね。ちょ、待って。今気づいた。アポロの服がやばい。アポロの服がアホなんだけど、待って。本当にアホ。アポロの服がすごいアホ。なんでそんな衣装でアポロはセレモニーに参加しようと思った？セレモニーに参加した後はもう何事もなかったかのように引っ越しの準備をしてるんでしょうか？ああ、もう何事もなかったかのようにしてるね。いや、ちょっと俺吹かないで。いや、今俺の頃吹いたよね、ほうきで。人をほうきに吹くとか。ふざけるじゃないわよ。